この中にオロチマルがいる。わかった。さあ、準備はいいかい？はい。やってやるってばよ。ここがオロチマルのアジト。この先どんな仕掛けがあるかわからない。今まで以上に慎重に行くよ。よし。ここまで来ましたか。サイ、てめえなんで木の葉を裏切った。へえ、よく僕が裏切ったことを知ってましたね。そこまで感づいているのなら僕の目的も大体わかっているのでは。まあね、今回の件は君の独断ではない。他のそしてその主は第二の木の葉崩しを企んでいる。さすがですね。その通りです。僕たちは今の木の葉を潰し、その上で新しい木の葉を築く。サイ、あなたはそんなことに手を貸して何とも思わないの？別に、だってそれが僕の任務だしね。てめえ。さて、話はこれくらいでいいでしょう。オロチマルの命により君たちをこの先へ進ませるわけにはいかない。この先にはサスケ君がいるからね。サスケ君が。悪いけど君たちにはここで消えてもらう。この先にサスケへ続く道がある。サイ、お前がそれを邪魔するっつうんなら容赦しねえ。ちんたらしてられねえんだ。この先にあいつが待ってんならなおさらだ。こじ開けてやる。ナルト、ヤマト隊長とサクラちゃんは手を出さないでくれ。ここは俺がやる。待て、こっちは3人いるんだ。確実に進むなら協力して。ヤマト隊長、ここはナルトにやらせてください。きっとナルトは戦いを通してサイにいろいろ伝えたいんだと思います。しかし、お願いします。そんなに悠長に待ってやれないよ。劣勢だと思ったらすぐに割り込ませてもらう。ああ、行くぜサイ。
んな力が。前の手合わせでは君はこれほど。言っただろ、サスケへの道を邪魔する奴は容赦しないってな。俺はつながりを守るためならいくらでもあがいてみせるってばよ。そんなものが君の力になっているとでも言うのか。あとはサスケだ。無駄だと思うよ。何？僕はここに連れられた時サスケ君に会った。え？でも彼は君たちのことは何とも思ってないと言っていた。君はサスケ君のことを兄弟のように思っているとさくらさん。けどそれなのに彼は。おやおや、あっけなく負けたもんだね。薬師兜。でも裏切ったわけじゃなさそうだから許してあげるか。てめえ何を睨んでんだか。僕を睨んだところで何も解決しないよ。うるせえ。お前たちがサスケに目をつけなきゃあいつがこんなとこに来ることはなかった。やれよ、それは責任転嫁ってやつだ。結局のところ彼はここに来ていたさ。イタチを倒す力を手に入れるために、その身を闇に染めるためにね。僕たちはそのきっかけを与えたに過ぎない。彼は自分で選んだのさ。まだそんなことも理解できないのか。君は昔から頭が悪いね、本当に。なんだと？サスケを返せ。返せはないだろ、ナルト君。ずれてるよ、それ。サスケ君は望んで我々の元へ来たの。引きずりすぎだよ、男のくせに未練たらしいね。さて、くだらない話はこれくらいにして、そろそろ才を返してもらうとするか。させるかよ。ナルト君、僕とやる気のようだけど。けどね、さっきの戦闘で消耗した君がこの僕に勝てると思ってるのかい？何寝ぼけたこと言ってんのよ。ん？あんたの相手はナルトじゃない、この私よ。サクラちゃん、あんたは許さない。はあ、今更君が出てきたところでどうにもならないよ。それは逆だ。お前こそサクラと僕を相手にどうにかなると思っているのか。ヤマト隊長、ここは二人で叩くよ。サクラ、時間をかけると他の邪魔も入りかねない。じゃあ俺も。いや、ナルトはサイを見張っていてくれ。ここはさっき戦ってない僕らの出番だ。でも大丈夫、あんな奴に、あんな奴なんかに絶対負けないから。あまり女性に手を挙げたくないが、聞き分けのない子なら仕方ない。少し痛い目を見てもらおうか。やってみろ。戦闘開始。ここだ。オーケショー。いつでもいい。ここは僕が行くぞ。いつでも行けるよ。
まさかここまでやるとは。これ以上俺たちの邪魔すんじゃねえ。邪魔ねえ。いやいや、君を見てると心底哀れに思えるよ。んだと？人は変わる。サスケ君はもう昔のサスケ君じゃないんだよ。夢や理想だけ追い求めてもどうにもならないことがある。サスケ君には君の声は届かない。そして君の元へは戻らない。ぜ誰が何と言おうと、あいつは俺の友達だ。やっとできたつながりだ。俺はそれを守る。それだけだ。やはり君は頭が悪い。つながり？それが何だって言うんだ。そんなものあったって。つながりがあれば必ず彼を連れ戻すことができる。そうなんだね、ナルト君。ああ。サイ、君は何を言っているんだ。ナルト君とサクラさんが必死にサスケ君を追うのは理由がある。サスケ君とのつながりを切るまいと、つなぎ止めておこうと必死になってる。僕にはそれがはっきりとはわからない。でも僕は二人が手繰り寄せようとしているつながりってのを確かめてみたい。サイ。だからこれ以上の邪魔はさせない。結局君もそっち側の人間だったか。何かと使えそうだと思ってたけど、どうやら思い違いだったようだね。まあいい。どちらにせよ結果は見えている。せいぜいサスケ君に無駄な説得をやってみることだね。逃げたか。ナルト、さっきのカブトの言葉だけど、あいつが何言おうが俺たちのやることは変わらねえ。サスケを連れ戻す。うん。それにしてもサイ、お前なぜ僕がこの選択をしたのか本当はよくわからない。でも君たちといれば何かがわかる。そう思ったんだ。そっか。よし、ヤマト隊長、あとはサスケを連れ戻すだけだってばよ。ああ、それじゃ第7班行動再開だ。わっ、はい。
ナルト、それにサクラか。その声は。やっと見つけたってばよ、サスケ。サスケくん、こんなところにまで一体何の用だ。お前を連れ戻しに来た。悪いが、君に拒否権はない。無理やりにでも連れ戻させてもらう。カカシの姿が見えないと思ったら、そうか、お前がカカシの代わりに、そしてお前が俺の穴埋めか。ナルト君たちと君の間にあるつながり、それを確かめさせてもらうよ。つながりか、相変わらず考えがぬるいな、お前たちは。何？いくつものつながりは己を惑わせ、最も強い願い、大切な思いを弱くする。俺にあるのは兄への憎しみというつながりだけだ。お前たちとのつながりは3年前のあの日に断ち切った。つながりを断ち切っただと？バカなこと言ってんじゃねえってばよ。お前がいくら否定してもな、俺はお前とのつながりを感じてる。ずっと切れずに3年前から今この時も俺とお前はつながってんだ。俺たちのつながりは、やっとできたお前とのつながりは、そう簡単に断ち切れるもんじゃねえ。そうか、なら仕方ないな。今度こそ完全に断ち切っておくか、ナルト君。ああ、こうなったら力ずくだってばよ。
しゃべりはもう終わりだ。子供のままだな。ナルト！バトン！火球の術！クソ！案外やるな。だが、遊びはここまでだ。あの余裕。あいつ、本気じゃなかったのか。お前たちはここで消えろ。その術はやめておきなさい、サスケ君。なぜ止める？何？この子たちには一人でも多く暁を始末しておいてもらおうと思ってね。他の暁に邪魔されると君の復讐もうまくいかなくなるでしょう。情けない理由だな。利用できるものは利用する。それで復讐の可能性が 1% でも上がれば儲け者だろ。さあ、そろそろ次のアジトに移動するわよ。待てってばよ、サスケ！ナルト君、さっきも言ったけど、もう君の声は届かないんだよ。サスケ。サスケ！残念だったわね、ナルト君。では。また止められなかった。俺は弱え。
君の言うつながりはこの程度のものだったんですか？ナルト君、君はさっきサスケ君にこう言ってたよね。いくら否定してもつながりを感じてる、ずっと切れずにつながってるって。そこまで強いつながりがこれでもう切れたって君は思ってるんですか？サイ、そんなことね。だったらまだ大丈夫だよね。え？まだサスケ君を連れ戻すことができる。それに今度は僕もいるし、二人より三人の方がいいよね。サイ、ありがとう。ここからだな。そうか、サスケはダメだったか。で、俺たちは諦めねえ。任務は失敗のはずだが、こいつらの瞳ときたらどうだ。その瞳に力がある限り、お前たちは何事にもくじけず挑み続けるのだろうな。頼もしい奴らだ。いいだろう。ならばこれより先もお前たちは第7班として新たな任務についてもらう。次の任務に関しては追って連絡する。それまでは各自待機しておけ。わかりました。期待しているぞ。この頃、イルカ先生におごってもらってばっかだな。ま、お前も頑張ってるようだからな。俺からの褒美だよ。おお、だったらこのまま頑張り続けたら、これからもずっとおごってもらえるってこと？おいおい、俺の財布も気にしてくれよ。さてと、それじゃあ俺はアカデミーに戻るとするか。お前は？これからさくらちゃんたちと待ち合わせだってばよ。また任務か。大変だな。頑張れよ。おっす。